よろしくお願いします。どうもレゴラジです。今日もですね、中古レゴ探しの旅行っていきたいと思います。よろしくお願いします。でまず最初にね、チャンネル登録高評価、あとね、メンバーシップのご支援よろしくお願いいたします。今日もですね、ちょっと仕事の合間でね、時間ができたので、ちょっと遠いんだけど行ってみようかなと思ってます。今ね、ここは横浜の保土ヶ谷バイパスっていう、まあ車の専用、自動車専用道路だね。そこをね、横浜方面に向かってます。で今日ね、今ね、行こうと思ってるのは戸塚、東戸塚かな。東戸塚にブックオフが2個あって、片方はね、大きいブックオフで服とか、家電もあるね、大きいブックオフ。そこにね、レゴコーナー最近ね、改装してちょっと大きくなって、しっかりね、レゴ売ってるんだよね。ただね、高い、めっちゃ高い。だけどね、ジャンクコーナーはね、たまーにいいのがあるね。前動画にしたらさ、中古で買ってきたブリックヘッズ、マーベルのね、ブリックヘッズ4種類、バットマンはマーベルじゃないのかな、わかんないけど、バットマンシリーズだ。バットマンシリーズのブリックヘッズ4種類買ったとこかな。動画でやったやつね。そこのお店。で、昔のね、レゴも置いてあって、ちょっと昔の大型セットのレゴも置いてあって、まあ、子供向けのね、レゴシティやら何やら、いろいろもうちゃんと置いてあるんだよね。売ってるのちゃんといっぱい。でも、なんでいっぱい売ってるかっつうと、高くて売れてないんだよ。全く。で、もうね、1年ぐらい前からこれあるなっていう商品ね。レゴコーナーを作る前から売ってんな、これっていうのもね、まだ売ってたりするから、全然売れてないんだろうね、高くて。でもね、一向に値下げしないんだよね。すごいよね。頑張る。ただね、ほら、売れちゃうと、コーナーがなくなっちゃうから、で、コーナーがなくなっちゃうと、売りに来る人も来なくなるから、ちょっと高めに値段をつけてるっていう考えかもしれないね。そういうことでね、今日もね、東戸塚、オリンピックっていうね、食料品とか売ってる、なんつうんだろう、伊東洋華堂みたいな、イオンみたいな、そんな感じのね、とこだね。そこの3階に、ブックオフがあるんだけど、1階がね、スーパーとホームセンターで、2階が生活用品、で、3階がブックオフって感じ。大きいからね、別にね、レゴだけじゃなくても見てて楽しいんだけど、まあ、本はね、いっぱい置いてあるし。ただね、まあ何度も言うけど、ちょっと高いんだよね。多分ね、お客さんもいつ行っても混んでるから、買い取りとかもすごいんだよね、行列が。だからね、売れるんだろうね。レゴは売れてないけど。そういうことね、行ってきますよ。特にね、今日なんか喋ろうかなと思ってたこともないんでね。やっぱ考えとかなきゃダメだよね。あ、そう、メンバーシップの、スタンプ作ってくれる方いませんか？誰か。そういうの得意な方。もちろん、多少のあれはあってもいいと思うんですけど、安く作ってくれる人、もしくは、タダで作ってくれる人いたら、ただ、助けてーって感じです。あとはなんかあったかな、面白い話。昨日ね、ライブやって、まあ、毎日ライブ今やってんだけど、ライブ終わって、ゲームやって、ゲームもライブでやって、で、その後すぐ寝て、朝起きて、動画作って、動画も3本ぐらい作ったのかな、偉いよね。こう入れて、ごめんなさい。ありがとうございます。で、動画3本作って、仕事行って、で、今ちょっと時間ができたから、行くって感じなんだけれども、やっぱりスケジュールがね、ぎゅうぎゅうなんだよね。動画ね、組み立てる動画が作れないんだよね、なかなか最近。動画を作らないとね、登録者数が増えないっていうことがよくわかってね。ライブはね、なんか視聴時間がめっちゃ伸びるんだよね。びっくりするぐらい。
ここ2週間ぐらい、その再生回数は落ちてるんだけど、視聴時間っていうのはめっちゃ伸びてんだよね。これ YouTube にとってはこっちの方が評価されるっていうのはね、書き込みとかもよく見るんだけどね。まあどっちがいいのかわかんないけどね。まあいろいろ試しながらね、あの登録者数を増やすのにあの向きになってるわけではないのでね、いろいろやっていきますので、すいません、お付き合いください。いろいろあとね、アドバイスもあればね、詳しい方教えていただければと思います。はい、行ってきました。オリンピックのブックオフ東戸塚店ですね。また画像貼りながら喋りましょうか。まず入り口入ってね、すぐのとこにね、もうレゴコーナーがあるんですけど、こんな感じでね、箱物のセット、マリオ、レゴフレンズとか、ディズニー、プリンセス、あとはレゴシティと、あとはなんだっけ、この教材、また名前出てこないよ、エデュケーションか、エデュケーションだね、と、昔の赤いバケツと青いバケツ、この辺はね、ずっと値段変わらずずっと置いてあって、高いやつ。この辺高くてもうね、見なかったです、今日はよく。で、次、ミニフィグコーナーと袋詰めコーナー。ここはね、袋詰めがね、豊富なんだよね。で、ミニフィグコーナーと袋詰めがコーナーがあるってことはね、この袋詰めにした時に出てきたミニフィグはね、全部上に、別々で販売されちゃってる可能性が非常に高いです。たまに入ってるのもあるんだけどね。で、今日はね、この袋詰めのとこよく見たんだけど、いいものは何もなかったですね。本当に高くて、汚くて、あーもういいやって感じでした。で、ミニフィグのとこはね、カニカワニがいたね。ちょっと映ってね、カニカワニがいたね。あとね、着ぐるみのアライグマがいました。着ぐるみのアライグマだけ買いました。350円だったかな。まあ、そんな感じ。こんな感じでね、袋詰めコーナーがいろいろあるんですよ。でも時間があればね、ゆっくり見てもいいんだけどね、あんまり見る価値なしって感じだったね。で、値札の色見てね、新しいのから見ていけばね、2回目行った時、その前の古い値付けの色のシールのやつをもう見なくていいからね。まあそういうのもテクニックだよね。で、あとはなんかあったかな、なんもなかったんだよな。あ、この袋詰めの上のとこにね、箱物のセットが積んであるんだけど、これはみんな高かったね。なんだっけ、タワーブリッジもあるし、あと昔のこの船ね、タンカーみたいなやつ、これも4万ぐらいだったかな。とこのスターウォーズも高かったし、アニメ版のね、スターウォーズね、レゴの。なんだっけ、ジャンク屋みたいなやつのアニメのやつ。あれが1個あったね。で、ダイノアタックも1個あったけど、ね、組み立て済みで1万2000円だったかな。それも高くてね。どうしようもないよね。あ、そう、箱物のとこにね、この古い R2、これ未開封みたいよ、中は。内袋未開封、7950円。高いって。こんなの昔も1000円もしなかったからね、ブックオフ。未開封でも。やりすぎなんだよね、最近。んで、あとはね、棚の横に引っ掛けるところを作ってね、そこも売り場になってんだけど、そこにね、基礎版、特殊な基礎版もあったね、この白のやつだね。これも2950円だったっけな、2950円だね、高いよね。もうこんなのばっかなんですよ、この店は。売る気がないっていうかね、買い取り来させるためにね、売れない値段でね、見せてね、買い取りに来させるってね。で、ある程度貯まったら安くしていくのかもしれないね。で、最後にね、ガラスケースのコーナー。ここもね、ここはね、ちょっと離れたとこにあるんだけど、ここはずっとここにあって、この中身もずっとこのまんまだね。多少変わってるけど、スターウォーズのね、製品番号が4桁のスターウォーズが並んでたり、あとはこのレゴシステム、真ん中の段の。これが1万とかすんだよね。いや、しかもあれだよ。組み立て済みで1万とかだよ。絶対売る気ないもんね。さーっと思いながらいつも見てんだけど。でね、値下げしたとしたってね、とりあえず半額とかさ、こんな感じだからね。まあ2、3年はこのまま置いてあるんじゃないですかね。ただ一気に値下げする可能性もありそうな、なさそうな感じはするよね。まあ、とりあえず絶対売れない価格でついてるのは間違いないからね。まめにチェックしてて、あ、安くなったってなる可能性は高いよね。
ということで今回行ってきたブックオフ、東戸塚オリンピック店になるのかな、名前わかんないけど、はね、こんな感じでした。とりあえず着ぐるみ350円の1個だけ、アライグマのね、それだけしか買いませんでしたけど、まあ見てるだけでも楽しいんでね。で、新しいものは入荷がなかったね。まあこんな感じでした。今日はもう行きません、仕事で行きます。ということで、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。またね。くそ。